誰もいない。もしかして場所を間違えちゃったかな。ようやく現れたのね。ちょっと遅くない？ごめんなさい。どうしてこんなに遅くなったの？迷うはずもないでしょうに。なんか左緊張しちゃって、足があまり動かなくて。あなた。はい。気に入ったわ。その怯えた表情、すごく感じちゃう。とってもいいわ。いじめがいがある。でもね、まだちょっと足りないの。もっともっと怖がらせてあげるから、もっともっと怯えちゃってちょうだい。ひばり、怖がったりなんかしません。私のお人形たちを前にして、いつまで強がっていられるかしら。その追い詰められた時の真剣な表情、たまらない。こんなに感じたのは久しぶり。そうだ、いいこと思いついた。あなたをお人形にして部屋に飾るってのはどうかしら。は？あなたの全身をろうで固めて動かなくするの。でも顔だけは自由に動かせるようにしてあげる。だってあなたのくるくる変わる表情だけは見ていたいからね。いい考えでしょ。ひばり、そんなの嫌です。お人形になればみんなの足手まといにもならないわよ。どうしてそのことを。あら、適当に言っただけなのに大正解だった。そうよね、やっぱりね。あなたみたいな子は忍びの世界じゃお荷物になっちゃうわよね。ひばりはお荷物じゃないもん。だったら証明してみせなさいな。言われなくたってやってみせるよ。ひばり、正義のために前忍んじゃ。いざ尋常に舞い散れ。おさわり転勤よ。
画家じゃない。ひばりだってやればできるんだ。どうしてやっつけたはずなのに。すごいじゃない、私のお人形をここまで壊すなんて。人形、ひばりが倒したのはただの傀儡だったの？ただの傀儡なんてひどいわね。私の形をしたかわいいお人形だったのに。そんな、あんなに頑張ったのに。やればできる、そんなのはそもそも優秀な人間の話。お荷物で足手まといのあなたじゃこれが限界ってことよ。そんな。さあ、おとなしく私のお人形になりなさいと言いたいところなんだけど、今日はここまでにしましょう。またね、私のかわいいお人形さん。さて、やるとするか。こんな戦いをして何になるの？何の意味があるの？戦うことの意味か。私が蛇女でお前が半蔵、意味はそれだけで十分だろ。たったそれだけのことで命のやり取りをするっていうの？ああ、それだけのことさ。世界のあちこちで起こっている戦争だって大体理由はそんなものだろう。私にはわからないよ。分かり合う必要はない。さあ、おしゃべりはここまで。お前の忍びを見せてもらうよ。もう、ホムラちゃんの分からずや。忍開始。本番だ。ホムラちゃん、約束して。私が勝ったらもう半蔵学院から手を引いて。お前が勝ったらか。いいだろう、約束してやる。もっともそんなことは 100% ありえないがな。
ホムラちゃんともう一度戦う時のために修行したんだ。勝つ、絶対に勝ってみせる。ホムラ、舞い順じよう。いざ尋常に舞い切れ。よくも忍び転身。少しは強くなったみたいだな。え、ダメージを与えてない。お前はその力を何に使うつもりだ。忍びの力は大切なものを守るために使う力だよ。ならば聞く。大切なものを守るためならお前は人を殺せるのか。私を殺さなければこの戦いは永遠に続く。お前の大切な仲間や学校はずっと私に狙われ続けるぞ。それが嫌なら私を殺すことだ。そんなことできない。だったらいずれお前は私に殺される運命だ。さて、話はこれまでだ。十分時間は稼いだからな。時間を稼いだ？